僕ね、今カミングアウトするんですけど、はい、僕ね一瞬本当に分からなかったですマスクされてて今回公式アンバサダーとなりました、えー、金ナミです、えー、本当にあの撮影もすごく楽しく終わりまして、えー、仕上がりも本当にかっこいい。 まといというこのマスクに本当に適したものになっていると思いますのでぜひ皆さん、えー、お目にかかればすごく嬉しいなと思いますよろしくお願いいたしますはい、えー、今日は短い時間ですがこのまといのマスクの良さを十分に伝えられたらいいなと思いますよろしくお願いしますよろしくお願いいたしますかなめさんと川栄さんは、はい、ご共演というのはこれまではい ドラマで晴天をつけという今、えー、大河ドラマやってますけれども、はい、一緒なシーンはなかったんですけれども、はい、リハーサル室でしましたね。はいはい、でその前はあのまず CM で、はいあ、そうなんですね。はい、<laughs> じゃあどうですか印象と言いますか金子さんがもう本当に素敵なもうかっこいいっていう方で今回のこのマトイの CM もすごく素敵でなんかすごくお似合いだなと思いました。<laughs> はい、あの リンとされてる姿が、うんはい、かっこいいなと思いますまた目力もうん。うなんかやっぱりマスクしてるとなんか目でこうなんか力を伝えなきゃいけないのすごい、うん、かなめさんは本当にすごいなと思いました、うん、ありがとうございます本当な CM です,、えー、うすどうでしょうか川井さんの印象というのはかなめさん川井さ,さんはもう本当になんていうかお人形さんみたいな感じであの。<laughs> <laughs> かわいらしくておとなしくてでもお芝居になるとがっとこうスイッチが入ったりするので女優さんだなぁという本当にお二方ともいろいろな表情をいつも見せてくださってますけれどもありがとうございます。マスクを着け始めるのがもう当たり前ニューノーマルな時代では当たり前になってますが着け始めて何か良かったなと思うことを聞きたいなと思います。では、えさん。はいえーあの 私、すごく人見知りなんですけどなんかマスクをつけることによって人とすごく喋れるようになりましたなんかあの普通の素の状態よりマスクがある方がちょっとなんか自分を出せる感じがしてなんかそれは割とちょっと社交的になったかもっていうのはマスクしてから思いました。 なるほどコミュニケーション上手になられたんですね、はい、確かにこう何か1つあるだけで人との距離って縮まるというか取りりやすすくななるんです、ね、なんででねましした <laughs> かなさんはいかかがでしょうか、はい、僕も結構あの滑舌が悪かったり声がちっちゃかったりするんですね、普段は。なのでマスクをつけてると割とえ、え何ですかって聞き返されることが多いので、複式でこう喋れるようになりました。はい イメージが可愛さんないですよね。すごくこう活舌がどちらかというと良 <laughs>、はいはい、くて、しっかりされてるイメージなんですが、声を張るようになりました、ね。な<も> <laughs> りましたか。どうでしょうか。周りの方からの何かお声掛けがありますか。その腹式で喋るような腹式で喋るようになるとやっぱり皆さんあのちゃんとこう会話がスムーズになってやっぱりちょっとマスクがない頃に比べるとやっぱちょっと甘えてたんだなと思いましたね。<laughs> はい、いかがでしょう、久しぶりに会ったお友達、あわ分からないなんてことありますか、まあ、お二方はきっと認識されると思うんですけれども、あとは、会ってみたら、印象がマスク取ったら違ったとか、何かこういうマスクに関わるエピソード、まつわるエピソードありますかささんんんじゃあかなめさんから僕ね今すするんですけど、はい、この間 N H K の間 NHK あのリハ室で河合さんに会ったんですけど僕ね一瞬本当に分からなかったですけど、ね、マスクされてて <laughs> <う>リハってこう、はい、みんな着物着てたりするんですよだからまあみんな同じ格好してマスクして座ってて、はい、<laughs> 本当に素っ気ない挨拶しましたよね僕 <laughs> か、僕<も>あ,のあこんにちはみたいな感じだったんですけどなんかあみたいな感じでなんかあと思ったんですけどでマスク外してリハでお芝居されててあ 可愛いさんだったんだだっったあれっていう <laughs> でも私本当にそれよくあるんです全然あの本当によくあってこの間もあの打ち合わせリモートで打ち合わせでマネージャーさんが年が近くて女性なんですけど2人でマスクしてこうやってパソコンの前立ってたらあれ河合さんどっちですかみたいな感じになっちゃってなんか本当になんか普段地味なのでなんかそれはやっぱりあのちょっと困るなっていうのはあります。 先ほどね人見知りっていうのもおっしゃってましたから、はい、ちょっとこうそんなところも雰囲気で出てしまうどうなんでしょうかね。<laughs> ょかね <laughs> ちょっと地味だったので、もうちょっとなんかオーラを出そうと思いました。<laughs> オーラ目力ではね、金梅さんが参考になりますからね、はいはい。もうちょっと真似しようと思います。高、えー、井さんはいかがでしょうか。はい。何かっ困ったこといや本当にそう今言った通りもう人に気づかれなさすぎるっていうのが。 あの、ちょっと、あの、頑張んなきゃなって思います。はい。でも、ご普段はね、はい、プライベートの時間は、その方がいいかもしれないですよね。はい。ねはい、じゃ、あちょっと目力は、かなめさんが、はい、いいはい。はい、あの、現場では、マスクをして、次回やったら、かなめさんが、気づくような目力で、はい、ちょっとあの、目力で、訴えるように。頑張ります <laughs>。ありがとうございます。